午後、静岡市の駿府城公園では明日から始まる大道芸ワールドカップを前に出店ブースなどの準備作業が進められていました大道芸ワールドカップは去年と一昨年は新型コロナの影響で中止になったため3年ぶりの開催です感染拡大を考慮して今年は日本に住むアーティストに制限されていて32組が駿府城公園や 青葉シンボルロードなどでパフォーマンスを行います。今年の大会をめぐっては、プロデューサーが外国人への差別的発言で解任される事態となり、大会開催の可否も検討されてきました。当初予定されていた今日のオープニングセレモニーは全プロデューサーの色が強いことから中止になり、明後日のクロージングセレモニーは内容を変更して実施されます。 大会はあすとあさって、いずれも午前11時から午後7時まで、静岡市の駿府城公園や中心市街地で行われます。